ある日、ある時、ある場所で出会うべくして出会った運命の相手。それがどんな運命の相手だったにしろ、誰しも経験するだろう甘い初夜に起きた話。これは俺と同様にオカルト教のいとこ A が最近体験した話に巻き込まれた話。一回り年の離れた A とは、俺がガキなのか気がやたらと会い、よくいろいろ一緒にバカをした。A も俺もビビりで物草、二人でいると心霊の話で盛り上がりはするものの、心霊スポットへ行こうなんてことには未だになったことがない。なぜなら、怖いからだ。他に理由などはない。そう俺たちは数多くいる好奇心旺盛な怖がりの一角なのだ。そんな A は俺より一回り、12歳も年下で、最近になって初めての彼女ができたらしく心底惚れ込んでいる様子だった。話を聞くに、ボーミクシーのオカルトコミュのオフ会でひときわ異彩を放つ彼女に一目惚れ、その後 A の持てる全ての技術力、俺からの受け売りを駆使して、どうにかこうにか彼女と付き合うところまでこぎつけた。A と彼女の家は遠く、ベターな遠距離恋愛というやつになった。そんなある日 A からメールが届く。件名、なし。本文、やりたい。とりあえず。件名、なし。本文、ごめん、俺は、お前をそういう風には見れない。とだけ返しといたが話を聞くと案の定というかなんというか。ただネットで繋がってるだけで付き合っている、とルンルン気分を味わえる10代特有の恋愛感を、満喫しきるのに男はそう時間はいらない。オフ会で会ってから3ヶ月、彼女になるまでに2ヶ月かかり、そして来たる日曜で付き合って1ヶ月記念になるのだという。ともなると若者の頭は一つのことで溢れかえる。たとえ明日世界が滅びようとも、どうやって生き残ろうかなんて考えやしない。きっとその頭の中は揺らぐことなく考え続ける。やりたい。と。それが10代の男だ、仕方がない。そこで、会いに行ってやれよ。きっと彼女も喜ぶぞ。と背中を押してやると、A は剣を二つまたいで1ヶ月記念を彼女と過ごすべく意気揚々と出かけていった。久しぶりの再会を無事済ませ、ショッピングにゲーセン、カラオケからファミレス。そして気づかなかったふりをして終電をあえて逃し準備は万端。笑いの絶えない一日だったし、エスコートもしっかりできた。自分に100点をあげたいと A は思ったそうだ。ただ一つ、会った時からずっと変な違和感を感じていた。それは彼女がずっと左手に携帯を握りしめたままだということ。何か連絡待ち？と聞いても。違う。とだけ答え。すぐ助け呼べるように持ってるんでしょ？急に襲ったりしないから安心してよ。とおどけても。違うよ、気にしないで。と、笑ってみせるだけであった。初めて会ったオフ会でもそうだったかもしれない。でも言われる通り気になどしないで、この後待っているだろうバラ色の夜を想像の思うがままに泳がせていた絵は。今日は二人の記念日だから特別な夜にしたいんだ。と彼女の手を引き駅沿いをして歩く。二人はまだ免許を取れる年齢ではないため歩いての移動だ。駅沿いにはラブホテルがあるはず。という教えを覚えていたのか彼女の手を引いてぐんぐん知らない土地を歩く A と、関連したように手を引かれついてくる彼女。そしてようやく見つけたそのホテルはボロボロで人気もなく、何台か止まっているだろう駐車場のカーテンが閉まっていなければ、とても営業しているとは思えないようなホテルだった。街からも随分歩いてやっとの思いでたどり着いた愛の巣。A はもうここで他を探しに行けるほど我慢に余裕がなくなっていたらしく。ここにしよう。と押し通して、無事ホテルへと入った。この時入って5分しないでお礼とメールが届く。件名、兄貴。本文、兄貴。俺、今日大人になります。ありがとう。記念すべき我が城は〇〇の秘密。PS、兄貴の言ってた仕込んって支払いの筒があるホテルでした。使い方教えといてもらってよかった。ありがとう。すかさず返信する。件名、そかそか。本文、兄は微笑ましいぞ弟よ。しっかり大人になってきなさい。〇〇の秘密？それ地元にもあるじゃん。紳士的に優しく、野獣のごとく熱くその愛を伝えてきなさい。と返し時間も時間だったので眠りについた。それから何時間が経ったろうか。ふと目を覚ますと。着歴13件。メール1件。何これ？慌てて履歴確認。すべていいから。メールを開くと、かなりテンパっていたのか全然何を伝えたいのかわからない。件名、なし。本文、
兄貴寝てるよね、ごめん。来るって言われた。やわまいよ、ごめん助けて。ここやばい、ごめん助けて。電話をかけ直しても出ない。出ない。出ない。何がなんだかわからなかったが、車のキーを手に持つと、携帯、財布だけを持ってそのまま車に飛び乗り、A が言っていた県へと走らせた。もう県境を越え高速を走っていると A から電話が来た。A? 大丈夫か?どうしたんだ?今無事か?慌てていた俺はまくし立てるように質問を投げかけた。兄貴、来るって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 。A は壊れたレコーダーのように震える声で。来るって、来るって。と続けていた。落ち着け。何が来るんだよ?今どこにいるんだ?もう同じ県に着いたから。今行くからな。言い終わるか終わらないかのところで電話は切られた。もう何が何だかわからず、とりあえずナビに〇〇の秘密とホテルの名前を入れても、ああいうホテルはナビじゃヒットしない。とりあえず駅まで行き、聞き込みを開始した。すぐさま場所はわかった。車でならそう遠くはない距離だった。人捨てに聞いた通りボロボロの外観に切れた電球がいくつかついた看板。ここか。車を敷地内に入れようとした時。と車の後ろを叩かれている。とっさにブレーキを踏み込み、止まる。一瞬で硬直し動けなくなってしまった。叩かれ続ける車。音はどんどん助手席の方へと回り込んでくる。やばい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 。叫びたい、今すぐここから逃げ出したい。なのに怖くてハンドルを力いっぱい握りしめたまま動けないでいると、今度は助手席のドアノブが。と扉を引きちぎりそうな勢いで開けようとしている。兄貴、開けてよ。兄貴、来るってば、早く開けてよ。A の声が聞こえて我に返る。助手席の窓を見ると、涙と鼻水と汗まみれで必死に車に乗ろうとしている A がいた。看板の陰に隠れていたのだが、俺の車を見つけてホテルに入る前に止めようと必死だったらしい。さっきまで恐怖に固まり、動けなかった手は A の無事を確認したことと、車を叩いていたのが A だと分かったことでまた自由を取り戻していた。嫌な汗が力んでいた手のひらを濡らしていた。鍵を開けてやると車に飛び乗る A。兄貴、よかった来てくれてありがとう。すぐ車を出してくれ。ここじゃやばいんだ。すぐ来るって。と尋常じゃない慌て方だった。わかった、わかったから。と、うなずきながら俺は疑問に思ったことを投げかけてみた。お前、彼女は?一人で逃げたのか?てか何が起こってるんだよ。すると意外な答えが返ってきた。頼むよ兄貴。とりあえず車出してよ。来るってば。もうきっとそこまで来てる。彼女が来るって。頭を抱えて震えてる A を見て俺もまた恐怖感が手のひらを湿らせる。とりあえず車をホテルの敷地内で方向転換させながら A を見ると、震えたまま頭を抱え込んでうずくまっている。この古いホテルは、いわゆる袋工事場の作りになっていて、中をくるっと回って外に出る最近のホテルとは違い、元来た道へと車の正面を向けるために、何度も狭い通路を前に出したりバックしたり、特に運転の上手いわけではない俺は、正面を向くまでに何度も何度も切り返しをしていた。ちょうどあと一回切り返せば反対へと向き直せるというところで目に入ってしまった。チカチカ点滅をしている看板の下に、携帯を握りしめた A の彼女が立ってこちらをじーっと見ている。一瞬ビクッとなったが A はまだ気づいていない様子だ。A? 何?兄貴、頼むから早くここを離れよう。頼むから。A は頭を抱え込んで震えている。残念ながら出たくても出れないんだよ。と、A に伝えると、A は不安げな顔をこちらに向けて。なぜ?と目で訴えかけてきた。看板は出入り口の上にあり、後ろは袋工事。俺らが進めるのは彼女が立っている出入り口のみ。挟まれた。そう思った瞬間、彼女の携帯が鳴る。周りには何もないからか、静かな空間に着信音が鳴り響く。もしもし、大丈夫。あ、A 君まだいるよ。わかった。待ってるね。はーい、バイバイ。
100メートル近くも離れているのに、こんなにも音を聞き取れてしまうのは周りが静かだからか、それともそれだけ五感が研ぎ澄まされているからか。どちらにせよ、俺たちが追い込まれている状況には変わりない。A くーん、来るって。彼女はこちらに向けて言葉を投げかける。A くーん、来るって。チカチカ点滅する看板が照らすたびに、焦点の合わない人形のような彼女が見え隠れする。A くーん、来るって。A くーん、来るって。A くーん、来るって。彼女は叫びながら車へと突っ込んでくる。その姿は、清楚なひらひら花柄ワンピからは想像もつかないほど猟奇的なものだった。どう見ても彼女は、いわゆる女の子走りをしそうなタイプなのに、両手を前にブンブンと突き出して大股を広げて走り寄ってくる。ミスマッチなものほど組み合わさると人間離れして見えてしまう。残り60メートル。A くーん。あは、あは、あはははは。さすがに俺もパニクる。がどうしていいかわからない。残り40メートル。来るってー、ねえくーん、ねえ、ねえ。いつだって現実は無慈悲だ。逃げ道は未だになし。30メートル。どうする ?20 メートル。ずっつ。隣の小心者の鼻をすする音。泣くなバカ。突っ込んでる俺も実はオーバーヒート寸前。10メートル。ああ、神様。お慈悲を。彼女は車の正面、フロントにスピードを緩めることなく突っ込んできていった。A くーん、来るって。うわぁ、もう勘弁してください。A は頭を抱え込み心底震えていた。俺も心底硬直していたのは言うまでもない。だが彼女の目は A しか見ていない。A くーん、来るって、A くん、来るって。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい。そのままフロントによじ登る彼女。近くで見ると顔の周りには泥がついていたり、髪には葉っぱが絡まっていたり、膝や腕には擦り傷がある。彼女はガラスに張り付きながら続ける。A くーん。両腕をフロントガラスに何度も何度も叩きつけて。くるってー。絞り出すような声を出しながらまた腕を振りかぶって。A くーん。何度も打ちつけているから彼女の白かった肌は、内出血を起こし、赤黒く変色してきている。A くん、私と来るってさ。そう言うと初めて俺の方へと顔を向ける。A は俺と火炎だよ。どけお前。と俺が叫ぶと、さっきまでヒーヒーと声を上げながら頭を抱え込んでいた A の限界が来たらしい。パニックの絶頂に陥った A は彼女の視線が自分から離れていることに気づき、ドアの鍵を開け扉を開け放ち外へと逃げ出そうとした。うわっばか?と、とっさに外へと飛び出す A の首根っこをつかみ、力任せに中へと引き戻し鍵をかけた瞬間。フロントから飛び降りた彼女が髪を振り乱しながら、ドアノブを力任せに引っ張っている。A くん、A 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 くん。彼女は泣きながら叫んでいた。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。A も泣いていた。モテる男は辛いな A。なんだか少し楽しくなってきたので、硬直したままの A に嫌味をたっぷり込め言葉をかけた。また助手席の窓を叩こうと彼女がドアから手を離した瞬間。アクセルを踏み込みその場から逃げ出すことに成功した。家に着いたのはもう、明け方だった。そのまま仕事へ向かわなければいけないのかと思うと、また長い一日になりそうだなと覚悟を決めたのだった。ああ、ついでに帰り道、A が話してくれたことの発端と顛末を書いていこう。ことの発端は、ホテルに入り早々に服を脱いでバスローブに着替えるおバカな A。早く彼女ちゃんもバスローブに着替えちゃいなよ。もう、エッチ。私はお風呂入ってから着替える。べえ、と可愛くいたずらに圧巻べえをして、彼女はお風呂にお湯を張りに行ったそうだ。そして残された A はお風呂前にトイレトイレ、とトイレへ向かった。入る寸前にズボンのポケットに携帯を置きっぱなしなのを思い出し、ズボンをガサゴソしていたら彼女が戻ってきた。どうしたの?と小首をかしげて尋ねる彼女に A は、ちょっとトイレ。と携帯片手にトイレへ行った。トイレでは俺にメールを送り、
君にもできる敵日記講座、なる英語用達サイトの確認をしていたそうだ。すると部屋から彼女の着信音が聞こえる。トイレは察し式の薄っぺらい扉なので会話は丸聞こえ、彼女が電話に出る。もしもし、あ、うん、大丈夫だよ。だとか。A 君は大丈夫、きっと A 君はそういうことしないから。だとか。うん、ありがとう、A。やっぱりしないとダメ？わかった。確認してみるね。うん、ありがとう。うん、じゃまたね。という内容を聞き取った。チキンの A はこの時点で。なに、誰？何確認って？と、軽くテンパり始めてたとか、出るタイミングもわからなくなり、なんだかんだで10分くらいトイレにいたが諦めて外へと出てみたらしい。そこにはさっきとはあからさまに雰囲気の違う真剣な面持ちの彼女が座っていた。大丈夫？お腹痛いの？長かったからさ。携帯持ってって何してたの？詰め寄る彼女に、兄貴分に今からエッチする報告をしてただの、エロサイトで素敵テク日記を確認してただの言えない。なおのことしどろもどろするえ。見せられないものでもあるの？詰め寄る彼女。ねえ、携帯見せて。なおも詰め寄る彼女。なんで俺が見せなきゃなんないんだよ。それって俺を信用してないってことだろ？そっちこそ誰と話してたんだよ。友達、やましいことがないなら見せられるでしょ？ A 君。そんな押し問答が続き、彼女は A と言い争いながら左手の携帯を見もしないで何か操作していた。チラチラ A が見ながら問答を続けていると、彼女はデータフォルダーを開き、見ていないのに器用にミュージックを選び、再生させた。彼女の着信音。あ、ごめん。ちょっと電話に出るね。彼女はあたかも電話がかかってきたかのように振る舞っている。もしもし、うん、あ、大丈夫だよ。うん、A 君、悪い人じゃないし。え、来るの？少し不安そうに A を見る。わかった。彼女ちゃんにも会ってもらった方がいいよね。わかった。はーい、じゃ待ってるね。うん。彼女は一人であたかも誰かと話してるかのように振る舞っていた。話の途中だったのにね。ごめんなさい。それと今から私を任せるのが不安だからって、友達の彼女ちゃんが A 君に会いたいって聞かなくて。来るって。ごめんなさい。大丈夫だって言ったんだけど、私のこといつも守ってくれるから。はてなが頭を埋め尽くす A はとりあえず聞いてみた。彼女ちゃんって、彼女？目の前の彼女を指さしながら A は尋ねる。うん、違うの。同姓同名って言えばいいのかな？ちっちゃい頃からいつも一緒にいるんだ。彼女は平然と説明しつつニコッと微笑む。え？いや、だって今携帯自分で鳴らしてたじゃん。そんな説明で納得なんていくわけがない A は畳みかけるように聞く。何言ってんの A 君。話をすり替えないで。今は A 君の携帯を見せてもらうって話でしょ？もう、この時点でおかしいと思い始めていた A は、話をはぐらかしながらとりあえず服を着始めた。ちょっとなんで今からお風呂入るのに服着てんのよ。おかしな A 君。いや、真面目な話するのにバスローブじゃちょっとね。と言うと、目をキラキラさせながら彼女は言う。嬉しい。やっぱり A 君は他の男なんかとは違うよね。私のこと愛してるから携帯も見せてくれるんでしょ？まっすぐに、清らかにしか見えない目で見つめてくる彼女。いや、それはちょっと。と視線をそらし下を見ると左手の指がまた動いてる。待ってやめて、それ怖いから。この時点で A の性欲を恐怖が侵食し始める。データフォルダ、ミュージック、着信音、鳴らす。もしもし、うん、もう駅まで来たの。わかった。A は心の中で叫ぶ。じゃあそのまま線路沿いを丸丸方面に向かってきて。うん、丸丸の秘密ってホテル。うん、待ってるね。A 君、私ね、前の彼に狂ってるって言われたの。普通の男じゃお前とは入れないって。私はそうは思わないんだけどさ。なんかみんな私がお願いするとすぐ嫌がって逃げちゃうんだ。あ、
彼女ちゃんもう、狂ってさ。もう、A は逃げ出したい衝動を抑えられなかった。風呂場の方から水の溢れる音が有線の音楽に紛れて聞こえていた。わかった。彼女ちゃんが見せろって言うなら見せるよ。でもまずはお風呂の水、止めておいで。そう言って微笑みかけた A の不細工な微笑みに拍車がかかる。彼女はニコーッと微笑むとお風呂場へペタペタと小走りでかけていった。そして A はすかさず自分の荷物を持って逃げ出したのだという、結局行き場もなく駅の方へと走り続けた。その間もお礼と連絡を入れ続けたのだが出なかった。何度も彼女が追いかけてきてるのではと後ろを振り返ったりした。駅に着いても始発まで時間があるし、彼女が来るかもしれない。A は行き場がなく駅のトイレに立てこもっていたらしい。するとどれくらい時間が経ったのか。俺からのコールバックが来た。やった。助かった。そう思い電話でテンパっていると、トイレの外から着信音が聞こえる。とっさに俺との電話を切ってしまう。もしもし、うん。やっぱ彼女ちゃんの言う通りだった。うん、ごめんね。うん、やっぱり狂ってもらわないとダメなんだよね、きっと。そうしないと A 君私と入れないんだよね。うん、わかった。ありがとう。私頑張るね。うん、またね。はい。気づかれてた？いや、気づいてないだろ。てか男子便所だし、入ってこないだろ。なんて安直な考えで落ち着こうとする A だったが、視線を感じて上を見ると彼女がいた。ドアの上に手をかけ、顔だけこちらを覗き込みながら言った。A君、狂って。化粧が崩れたのか目の周りは真っ黒。ただでさえ大きな目をより一層見開き A を凝視する。もう、彼女の可愛かった面影はなくなってたらしい。すぐにまた彼女の顔は見えなくなり、代わりに。と下の隙間から細い腕が入ってきた。危うく足をつかまれそうになったが、A はトイレの上から隣の個室へと落ちるように移ってすぐに扉を開け走った。彼女は腕が挟まっていたからかしゃがんだまま動けないで腕を引っ張っていた。そこからは必死に逃げ出した A は、きっと兄貴は〇〇の秘密に来る。そう信じ、線路沿いの草むらを泥だらけになりながら、ホテルまで戻り看板の近くに隠れていたそうだ。何度か彼女の着信音と、独り言が聞こえたらしいが見つからないよう逃げ回っては、またホテルに戻りを繰り返したらしい。そして俺の車がホテルに着いたということだった。その日以降は何事もなく、連絡もなかったらしい。数ヶ月は、常に周りに女気のない A に。A、最初の彼女にふさわしい思い出深い子だったな。とふとした時にからかうネタが増えた、とからかっていたのだが苦笑いしながら A は答える。ものすごく可愛かったんだけどなぁ、彼女もいろいろあったみたいだし。うん、嫌な予感がする。と思うのはこいつをよく知っているからだ。最近また仲直りしたんだ。その予感をこいつが裏切ったことはない。懲りたのか懲りないのかわからないが、なんだかこいつらしいし、今ではどうか、彼女が A で癒され幸せになれるなら。それでもいいのだろう。多分、きっと、自分に言い聞かせている。たまに彼女と A が A に来るようになるのは、彼女が一足先に免許を取ってからだが、それも近い話だ。俺さんも一緒に出かけますか？ドライブ行きましょ？笑う彼女はやっぱり可愛くて A にはもったいない。A 君も来るって言ってるし。当たり前だ、と笑う俺をいたずらに見る彼女の見えない闇に少し惹かれる。何はともあれ、頼むから俺を巻き込むなと深く願うばかりだ。